ノダリー・オタリー・ヤビチ・マイスラーゼは、ロシア出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、ユリア・アンチポワ、ルボー・フィルシェチキナ。2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権優勝。2008年ジュニアグランプリファイナル優勝。3歳半の時にスケートを始める。短期間ではあるが、アレクセイ・ウルマノフの負のもとで練習していたこともある。2 0 0年、コーチからペア転校を打診され、 ペア転向を決意、モスクワに拠点を移した。2007から2008シーズン、世界ジュニア選手権で銀メダルを獲得。翌年には金メダルを獲得した。2008から2009シーズン、出場したジュニアクラスの試合では全て優勝した。ロシア選手権で3位、ヨーロッパ選手権で5位となり、世界選手権の代表に選ばれるも、手の人体の怪我により出場を辞退した。 2010から2011シーズン、グランプリシリーズでは、スケートカナダで優勝。中国ハイでは4位となり、グランプリファイナル進出を決めた。2012年3月、イルシェチキナとのペア解散を発表した。その後、シングルスケーターのユリア・アンチポワとペアを結成。2012から2013シーズン、ロシア選手権で4位、ババリアンオープンでは、銀メダルを獲得。 2013から2014シーズン、ババリアンオープンで、国際大会初優勝。世界選手権は、タチアナ・ボロソジャル、マキシム・トランコフ組の補欠から出場し8位入賞。イリア・シュッチキナマイソラード・ゼイアット2008ジュニア、ワールズ。ありがとうございます。